Tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé. メーターぐらい下って様子見ます。ちっちゃいですよ。釣れました。そうですね、本来だったらミノの方が強いんですけど、何なんだろう、この結構こうベタっと張り付いてて、ちょっとこうその何ていうのか、相手がこう攻撃する範囲からちょっと外れたらもう出てこないが多いんですよ。だからミノってポチャンと落ちて引くまで動かないんで、そのラグがあってもう範囲から出ちゃって。食ってこないって、スプーンだったら落ちてる時にキラ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 ってなってるんで、もうそこで食い気立つっていうか、向かってくるんで、その分こういう今のこの釣り方だとそうですね、この状況だとなんか明らかに最初の一巻き二巻きが無駄になってるっていう感じがします。ちっちゃ。なんかさっきと全然体型が違います。ゴロンってし。ペンチリリース。なんかいました。そうですね。まあやっぱり小さい小学生とかからもうこの界隈に住んでるもんですから、それなりに川で遊ぶっていうのは。遊びの基本みたいなところあったんですけども、まあちょっと大きくなってなんだろうな、車の免許取るぐらいからかな、そういうアメマスの存在とか、そういうなんだろうな、ニジマスとかそういうものがいるっていう大まかな流れを知ってルアーフィッシングやるようになって、本格的に20歳過ぎたぐらいからあちこち、まあ、車に乗って好きなところに行けるようになってですね、それからかな本格的に狙うようになって。まあいろんな出会いがあって、そういう人と関わりがあってこういう釣り業界の方に入ってきたっていういきさつはまあ多々あるんですけど、まあ、その中でこう一気に、ネイティブがどうとかってなくて、やっぱり徐々に、ね、年を追うごとにこうのめり込んでいくっていうのかな、そういう感じで今まで来てますね。釣りサイズ落とします。これだけ落ちればものが違うと押してくると思うんだ。丸々とはしてますけどね。よっ、ちょっと大きくなった感じだ。あ、普通になったサイズ。普通。綺麗ですね。オレンジ見やすくていいですわ本当に。落としてってこれ軽めのルアーでこう投げて落とすんですけど、その時にトンってついた時に手元に伝わらない時なんですよね。そのラインでこうふわって見えるから、見える見えないは全然違うなと思って。パーミッションの相手ではないよねこいつにね。太いやつしか、さっきのも太かったけど細いやつがかかんなくなりましたね。ルアンサイズちょっと上げてた。これ上げました。はい。もう10センチ大きくなればな、浮かないぞってなるんだけど、この体格だからね、パンパンですからね。海飴ですねほぼ。海飴はサーフで釣るやつはこんな体型なんで、もうパンパンな。何食ってんだこいつ。じゃあリリースします。歯も鋭いんですか。歯はまあこんな感じですね。2列上2列ですね。はい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 。まんべんなくいるって感じですね。やっぱアメマスが結構主役というかになるんですけど、やっぱなんだろうな、自然にこう順応して生きてるっていう感じがすごくするんですよね。鮭とかだとまあ結構人工放流して帰ってきたのを取って、まあ、釣ってとかっていうのがあるんですけど、アメマスは基本的にもう誰にも何もされてないんで、その中でこうその生活史というか1年の流れとか産卵遡上して死なないでまた海に出てまた帰ってきて産卵遡上してっていうのを1年間でサイクルしてて、まあそういうね、産卵しても死なないっていう性質上やっぱりどん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 大きくなってきて。で阻害されるような状況も多々ある中で、一番たくましく生きるというか、70センチ、80センチまでなるっていうのが、まあ、魅力ですかね。もうちょっとで合流ですね。この辺からちょっと。異常にしつこくやりますから、はい、合流の前後は可能性高いんで、まあ、いても食わないけどちょっとした角度でやっぱり2時間同じところに投げ続けてポンって釣れる時とかあるんで、 この規模でもう絶対そこにいるでしょっていう、何回もルアー見てるでしょっていう突然食うんで、俺はそんなに待てないけど。そういうやつも結構いるんで。ダメですね。ダイブでもダメでした。そうですね。弱ってからあんまり調子良くないですよね。流れが。なのか。よし、戻ります。すいません、アメマスですちょっとその気になってるから合わせが強すぎて伊藤かなみたいな、全然違いました。そうですね、今まで市販品というか製品使わせていただいている中で比べて、まあ若干なんか張りを感じる印象はありましたね。で、まあ、強さに関してはまあ心配ないっていうのが一番の表現かなと思ってます。まあ、弱いとか強いとかっていう次元じゃなくてですね、安心して使える強さだと思います。あとはやっぱり表面の滑りやすさみたいのが長持ちするのかなっていうふうには思いましたね。2日間ずっと使い続けて、自分もリクエストしたんですけども、この蛍光オレンジっていうのはプッシュが濃い、下半輪が濃いようなエリアとかちょっと薄暗いようなところでやっぱり確実にそのラインの視認性は高いのかなと思います。あとやっぱり視認性が高くないと、自分が操作してるルアーがどこにあるとか、まあ、そのロットの角度、ラインの向きっていうのも把握できなくなると、結構いいところ流してなきゃいけないっていう時に自分が見失うっていうのはもうかなりなデメリットなんで、視認性はいいっていうのは越したことないんで、すごく良かったなと思いますね。元気。コンディションはいいですけどね、パンパンですよね。やっぱり落ちるのが早すぎて食い切らなかったですね。一つ軽くしてふわーっと漂う時間を長くしてやったらボンって食いました。ちょっとしたことですね。サイズはそのままです。目ひっくり返って、その一番同じサイズで 3パターンあって、11、9、7って重さあるんですけど、真ん中1個落として9にしたら連続で当たってますね。うん、多分7だと今度落ちるの遅すぎて、そのボトムレンジに入っていかないんで、ちょっと引いたらバッと浮いちゃうから、この場所は9がちょうどいい。ショアも海飴、海桜も1号ですし、湖でまあ08に落とすかなぐらいな。そうですね、やっぱりショアはあれですよね、飛距離が結構重要なんで、海桜とかって投げなきゃやっぱり投げた方が釣れるんですよ。で全然なんていうの難しくない釣りなんで、とにかく遠くに投げて広い範囲引いた方が釣れるっていうだけなんで、やっぱり細い方が一時、ね、08にスペーサー P 入れて、まあ、今もそうですけど08にスペーサー入れてやってたんですけど、ちょっとやっぱり何かの拍子にパンって切れちゃうんで、ちょっと気づいたらもう今1号で落ち着きましたけどね。50g で安定して90から110ぐらいは投げたいんで、やっぱ1号、うん、まあもう向かい風は絶対無理ですけど、微風フォローか無風だったらそのぐらい飛ばせるんで。本流ですね。全然規模が全然違いすぎますけど、先週下見に来た時は全く魚いなかったんで、でかいよりもちっちゃくなっちゃったいやいやいや、まずはアベレージでリリースします。そうですね、ちょっと流れに入ってないですね、ここは。ベカンベーシャも流れの際とかにいましたけど、ちょっとそんな感じじゃないですね。全部たるみの中に逃げ込んでるというか、休んでるというか。ヨンヨンヨンってくそ、お、黒いぞ。今までで一番黒い時期的に中途半端な時期にかかってしまったのもあって、アメマスを釣る前提で優勝ですね。ちょっとその産卵遡上したアメマスが本来こう越冬するエリアに向かってくるところの、今その移動してる最中なのかなっていうところに当たってしまって、まあちょっとサイズ感が大型がちょっと出せなかったのは心残りなんですけど、まあたくさんの魚は見てもらえたのかなと思って、あとその同じようなサイズ感でも全然コンディションが違う、川にいたのか海に行ったのか産卵2個なのかっていうのは、産卵に絡んでない個体は丸々としてるとか、産卵に絡んでるのは黒ずんでてとか、そういうのは見てもらえたから、まあ、少しは良かったのかな。まあちょっとサイズはちょっと心残りですね。そうですね。はい。伊藤ですね。うん。そうですね。まあ、ちょっと宿題ですねこれは。